今回紹介するのは「夢追い日記著者浜辺美波」という本です人気女優の少女時代を一冊に収めた珠玉のフォトエッセイ。小学6年だった11歳から19歳までふるさと石川のホツコク新聞で7年余りにわたって連載した浜辺美波 キラリ通信を書籍化学校生活や実家で過ごした休日の様子ドラマ映画の役柄撮影時のエピソードなどその時々の思いを飾らない言葉とあどけなさが残る写真とともに綴っています。夢をを追ってて過ごししたた日々ののようにしたためていたとの思いと思から、 著者自らタイトルをつけました「ホツコク新聞社に感謝」2012年8月から2019年12月までの7年間の浜辺さんの新聞連載日記です小学生の浜辺さんに連載を依頼し出版にまでこぎつけた新聞社の英談に感謝しかありません小学生の頃から成長していく家庭の心情を その年代にふさわしい素直な文章で表現していてとても好感を持てる内容でした写真もその時々のものを使っていてそれだけでも貴重なアーカイブになっています浜辺さんのファンじゃなくても一人の少女の成長期として十分納得できる内容の本になっています 購入しても後悔はしないと思います。かわいいみなみちゃんが満載ですよ。7ページに11歳のかわいいみなみちゃんが写真付きでしっかりした表現で日記を書いてます。156ページまで素晴らしいみなみちゃんが満載です。見たがら物ですね。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。